みのようだ。おはやいます、あなざます。 I have have you been? My name is マーニャホージャ。ヤスホージャ、サキホージャ。大人気漫画スパイファミリーを皆さん知ってますか？これに出てくるホージャー家とはみんな血のつながっていない偽装家族です。ホットロイドと妻ヨルが作中で婚約するのですが、お互いの利害が一致して行われる性欲結婚をするんですよ。すなわちこの作品のテーマなんですけど、検索機系と似てるんですよ。そっくりやよね。マーニャの父と母は夫婦関係が破綻しています。そうですね。まだ遅くない？もう遅いんですよ、時間が経ちすぎました。そうじゃない、復縁を目指す。父、期待させてしまって申し訳ないんですが、ヤスシさんとは私はうまくやっていけません。っていうか、一言言っていいか？俺は北川と不倫もする。しかし、お前は誰だ？あなたの妻です。妻なの？私のことを忘れてしまったんですか？海外いろいろ移住しすぎてわからない俺は。マーニャのことは覚えてる？君のことは覚えてるんだ。ずっと前から父の子供のマーニャです。そうだ、ちょっと目くそついてるぞ。あ、ほんと？ヤスシさん、なんだ？何回不倫しました？私のこと裏切りました？うん、何回もしたな。若い頃から世界中の女と交えて、子供も何人いるか分かんない。マーニャだけじゃないの？マーニャはお前は個人から引き取ったんだが、まだ目くそついてる。父に目くそあげる。あ、来たん、やめるんだ。その代わりマーニャにピーナッツちょうだい。私マーニャのために買ってきたんです。マーニャの好きなピーナッツ買ってきましたよ。あ、俺が食わしてやる。うまいか？通常は離婚という形で夫婦関係を解消するけど、うちの家族は夫婦の話し合いの結果、夫婦としての愛はないが、離婚はせず対外的には仲のいい夫婦を演じる関係を現在は維持してるんよ。このような夫婦は一般的に仮面夫婦と言います。仮面夫婦っていうのは他人から見れば表面的には仲のいい夫婦だけど、実態が伴ってない夫婦のことだよ。私とヤスシさんのことですね。お前は俺のワンナイトラブに選ばれた女だ。伊藤誠、スパイファミリーのんのんスクールデイツ。今からいいとこ連れてってやるよ。お出かけ？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 私も一緒に行けばよろしいのでしょうか？まあお前も一緒についてこい。一人の女だ、俺の。現在実際今何人いるんですか？まあ知らん。ケイザキは夫婦としての実態がないます。婚姻外の恋愛が自由なんです。まあ、父はリスナーと不倫して、母は競馬の騎士と不倫してるのはそれが原因です。偽装家族の方じゃけ、世にも奇妙な金に目がくらんだ家族、桐崎家。そっくり。やるで、詐欺だよ。行こう、あんな行くぞ。こんなん、ダメダメ。家族は漠然と血がつながってると思うかもしれないけど、夫婦は血がつながってないし、この人とは他人なんですよ。なのに25年間も一緒にこの家で暮らしてきたんです。すごく忍耐力があると思いませんか皆さん。だって私最近になって分かったんですよ、結婚する前に私の他に7人も女の人がいたって。七股かけられてたんですよ。それは世界の平和のためだ。七股は30年前の話だ。時効だ。父、白髪になったのはそういうことだったんだね。そうだ、いろいろ苦労してきたんだ世界で。ついてないよ。マーニャ心の中が読めるけど、父嘘ついてる。嘘つきなんですね、やっぱり。父の頭の中、北側の肌感冒でいっぱい。うわぁ、やめて。はい、ということで、この家族、キリザキに流れているものは、血と憎しみと金です。何か文句ありますか？俺ラジのあんちゃんに言われてます。この家族は血の匂いがすると。キリザキエイジさん。とんでもなく血の匂いするチャンネルなんですよ。そうなん。スパイファミリーのホージャー家と喜劇は見る者に笑いと癒しを与えながら、令和の日本社会に新しい選択肢を自然に提示してるんですよ。あんな家族にならなければいけないってことで、24時間スパイファミリー生活。イエーイ。俺のピーナッツを食べるか？臭い。父の息臭います。今日一日何があろうとこの服装で過ごさなければいけません。スパイファミリーならずもキチガイドメスティックファミリーでございます。どうしてそんなこと言うんですかエイジさん。だってもう夫婦関係終わってるじゃないですか。ヤスシさんがですね、不倫をしたからなんです。父ひどい。どちらについてきますか？父は個人からマーニャを救ってくれたヒーロー。母はマーニャに優しくしてくれる、ココア入れてくれる優しい人。もともとヤスシさんが浮気をしたから悪いんですよ。お前はサッカーうるせえんだよ。お前なんか死んでしまえ。首ちょんぱ、体ちょんぱ、マーニャ必殺のパンチを放つとき、いくよ父。はぁー、クラミニア再発した。父は性病を持っているキャバ嬢と性行為をしてしまい、今性病です。いろんな女性を抱いたことを許せません。私はなんでよ、お前二十歳の時長間の八幡ぐらいかけても昭和時代なんで、そんなのみんなやってし。ばあちゃんをぶっ倒すミッションが入りました。スパイ、あ、ごめん、ミッションワクワク。私の手にかかれば間違いなく人差しです。君は一発屋の先だな。マーニャ作った時も一発でできたもんな。一発屋の先で有名やもん。エイジの時も一発ドピュッと出たんですよね。まずいやろそれ。マーニャそんな下ネタ聞きたくないます。
おー、何やお前ら、郵便局員みたいな格好して JR か、お前ついにお前頭のネジ外れたか、お前らこの格好で遊びに行くってこと。そうですけど。そうだ、やめてくれ、恥ずかしいから俺混ぜんといてくれ。第二の父、お金ちょうだい。お金マーニャに見つけてやれ。俺が個人化見つけた女だ。あ、そうや、お前ら偽装家族や。そうだ、秘書さん、こいつら本当の家族じゃありません。全員役者です。この家も全部スタジオでも偽物です。本当情報量多くて全然意味わからないよ。どういうこと。いや、1日この格好で生活しないといけないんですよ。でも今日俺こんな T シャツ着てきてる。あ、本当地獄ファミリー T シャツを着とる。行くぞ、世界の平和を守る。すごい、行くぞ。お母さん、それ針持ってるわ。菜箸。本当にこの家に生まれたくなかった。寝とる。え、寝とる。何しとらん。まあ、じゃあマーニャにピーナッツください。どうぞ。今のうちにやってしまいましょう。うわー、いった。ばあちゃん、おはようございます。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 レスマイ、何やってる。ばあちゃん、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 もう知らん。ドメスティックファミリーの皆様、この24時間が簡単に終わるわけにはいきません。これから外に出ます。恥ずかしいです、私。何言ってんだ。兄、穴があったら入りたい。いや、こんな格好で50でこの格好で出るんですか。しかも前のコスプレが本当に派手でやばいマッスル。これピンクです。こんなの街中行ったら一目置かれる。要はこれはリアル偽装家族や。まだ全員クラミジア。私一回もハロウィンパーティーとかしたことない。仮装とかしたことない。確かに前もしたことないわ。ちょっと楽しみかもしれない。ね、風町とかでね、みんな若い子ってワイ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 仮装してさ、出会いとか求めたりするんけど、前そういう場に行ったことなくてさ、今回もしかしたら前この格好でナンパされるかもしれん。みんなごめんね、その時は前この場からおらんくなるから。ナンパはされんと思うけど。マーニャ、お前なんて売り飛ばしてやるよ。マーニャ、売り飛ばされる。父と母、あの爆弾の指輪はどこに行ったの。爆弾の指輪はもう捨ててしまいました。捨ててしまった。海に投げ捨ててしまった。覚えないんですか。あれですか。元はといえば、ヤスシの不倫のせいで私ら仲悪くなって、こんな格好させられる羽目になったんやいな。あなたのせいで偽装家族になってんぞ。そうじゃないよ。俺は世界を股にかける男だ。しょうがないんだ。女の女に体も股にかけとる。そうだ。ねえ、ヤスシは実際私とずっと仲良く家族関係続けていきたいなんか、それから離婚して新しい女の人を探して幸せに暮らしたいなんか、どっちや。俺は復縁だ。復縁いいって言っとるんやったら、もっと反省の仕方ないけん。そうだ。何年も生活変わってないよ。反省するぜ。あ、じゃあ私無理やね。あんたなのかと絶対復縁できない。うるせえな、もう。うるせえなじゃないし。うるせえやん、バカ。じじいやね。あ、うるせえ、うるせえ。じじいだ、喧嘩しないで。何が反省や、復縁したいって。そんなもん私にこの人がね、あと老後の面倒見てくれって言うのなんて一緒。だから下の世話自分でできんから私に指示させようと思ってるだけ。そうやよ。だってもうだって自信になってチンチンも立たなくなってきたら、若い女の人も相手にしてくれんや。ほんと最終的に女とそれんや。ほんと結局私が最後にこの人の下の世話しになるのに、私絶対真っ平やし、絶対無理やし。兼業とかもしんないよ。絶対無理。父どうしたの。あの時のかっこいい父はどこへ行ったの。前にはちょっとお父ちょっとやっぱり嫌だ。母に呼んでくる。私ね、高畑家に出てったら、あんた一人ぼっちや。あの家に手取りになって私らについてくるよ。猫もついてくる。そうや、猫だって私あんた一人ぼっちや。あんたじいちゃんばあちゃんと3人で暮らしますし。あ、じゃあ反省しとるんだ。生活態度変わればいい。全然変わってないわけ。父反省するべきます。マニアどうすることもできないけど、とりあえず2人が仲良くいてくれればそれでいいと思ってるよ。でも母が父と一緒にいたくないって気持ちを尊重していかなければいけないと思っております。ただただあんたたち分かっとる。私が離婚したらこの人の世話しんくなるの。言うたらあんたらにかかってくるんよ。分かってる。それは困ります。早く返事するます。毎回毎回同じこと言っとるな。父不倫する嘘つき、かっこ悪い嘘つき、パチンカス嘘つき、どんまい父。頑張るよ。父北川不倫相手の前ですっぽんぽんぽん。テテ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 テ、イエーイ。ということで街中です。不倫ファミリー行くぞ。不倫家族、不倫一家、不倫家族、不倫一家。これお母さんもよく嫌いな男とこんなに一緒におれるね。仕事だから。だいたいお金もらわんかったらこんな恥ずかしい格好して街中歩きませんよ。すっごい稼ぎいいんですよ、 YouTube って。あれ、何しとんあんた。おいおい、お前誰や。何リンボーダンスしとら。あれ、お前ら何仕事だとこでおる。俺ここでリンボーダンスの練習しとんのやで。アニャ、これ食べたい。食べていい。ハムハムハム。うわー、嬉しい。アニャ、俺の棒食っていいよ。アニャ、棒は嫌い。ハオ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 。アニャ、何のやつ。彼は俺が働いてる荒木少女の上司です。明日リンボー大会があるんだよ。お前リンボーやからいいけど、こっちリンビオやから。もうやん。リンボークラミジャーは。仲間を増えたってことで行きましょう。桃太郎か。桃太郎、仲間つ引き連れてどこ行くんよお前ら。さっきが車の人にいっぱい見られてるます。しかもこんな恥ずかしい格好。マニア恥ずかしいます。私も本当泣きそう。今日土曜日やから人いっぱいやろ。お兄ちゃんひどいます。ちょっと待って、警察来た。捕まれよ。距離置くからな。いや別に普通にこうやってコスプレして歩いとるだけだったら問題ないやろ。職質されるます。見てよ、通行人から哀れみの目で見られてるやん。だから服着ていい。ごめんなさいます。
恥ずかしいお母さん。なんで俺の行動範囲にお前らいつも来るんや。いや、私らの行動範囲に朝倉さんが来てるだけですよ。お前ら俺のストーカーか。はいはいはい、触るな。俺の大事な珍宝やぞ。すまん。はい、頑張ります。ありがとうございます。アーニャピーナッツ、アーニャピーナッツをもらった。アーニャピーナッツが好き。お兄ちゃんピーナッツ食べれます？食べません。どう、美味しいかい？美味しい。復縁するにはやっぱり違った環境、例えば海外旅行に行くとか新しいことに挑戦すると復縁とかしやすいし、分かりにくくなるらしい。あと苦しみを一緒に乗り越えるとなんか復縁につながるらしいから、こういう苦しみ乗り越えたらきっと復縁になる。でも私新婚旅行行ったじゃないですか、昔25年前。その時になんでこの人と結婚してんのって後悔したのが第一波がそれね。そうだ、もうしっかりしてないし、英語も喋れんし。英語喋れ、おやこいつ英語喋っとった。本当に最悪やった。でも新婚旅行で小作りしたんやろ。そうや、 MGM で MGM ベイビー。こうじゃ夜アイデアのような関係に近づきたいんや。あの人たちは最初悪いとこから始まって、印象悪いとこから始まってだんだん良くなっていっとるんや。最初だって良かったもん、印象良かったんや。だんだん悪いとこ見えてって最悪になって、だから第一印象一緒って良くないって。そうなん、本当やなって思う。そうなん、そうねんって言って。顔で選んだとこ間違いだ。性格顔で選んでねえから。いや顔も悪いし、チンチンもちっちゃいし。いや顔かっこよかったよ。結構性格そうやし、お金に無頓着やし、子育ても手伝ってくれんし。なあ、それ本当のことやん。本当のことですよ。本当のこと言うなってカメラの前で。マニア、チンチンも母も嫌い。ああダメだよ。マニア、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 やだこんなお家。マニア、俺の股間から出てきたんだよ。マニア、もうあなたの股間から出てきたなんて、うん、もう口が裂けても誰にも言いたくないし、汚いし、吐きそうだよ。ねえ、ちょっと待って、あれ、俺スーパーじゃねえ。見てください、皆さん、もうあそこに。やばい、声でけえって、あいつ。やべ、なんか俺、羽根つけて、俺、誰あれ。何しよる。何しよる。何しよる、宇宙人。こっちだ、立ちが悪いから、立ちひろし。こっち、柴田恭平って。知らねえだろ、お前ら。お前、誰や。すごい、バレた。こう、スクランブル交差点で、青の時だけこう、真ん中でこう立つ。道路交通法違反してない。私今日こんな格好するのめっちゃ恥ずかしいけど。なんかセクシーだよ今日、ババのくせに。かわいい、かわいい。嬉しい、マニャ。じゃあピーナッツあげる。ありがとう。ザ・ピーナッツ。あ、違う、これ古いよこれ。ババしか知らない、これ。あの人一体何をしてるの、猫。元気だね、あのおじさん。先生おはよう、みなさんおはよう。今日も楽しく住みました。仲良しの良しで帰りましょう。お前こそなんでこんなこと言うの、お前。俺ってうちのペット、お前噛みつくぞ、お前の。これこれ、かかかかお前嫌い。なんでお前またしても俺の目の前に現れるのよ。お前が俺の目の前に現れてるだけなの。マーニャ、やだこんな喧嘩見るの。二人仲良くすれます。ガッて握手だ、握手。触るな、お前。お前たちやめとけ。これダメですか、これ。優しい方じゃん。優しい方じゃん。やめとけ。なんて言ってみました。優しい方じゃん。え、優しい走路じゃん。優しい方じゃん。やめとけよ、お前ら。じゃあ、お前嫌いな。お前ら静かにしろ。ババアでしょ、きなり。いきなりババアでしょ。ババア扱いすんな。お前もジジイじゃん。貧乏ダンスの練習しとっただけなのやな。お前らのせいでな、俺またこんなやつでやってしまって。貧乏ダンス、明日大会ですよ。ちょっとやってみ、今ここで。予選落ち。みんなでお出かけ楽しいな。情報量の多い人物たちですよ。もうやめてほしい。21歳でこんな格好させられて、こんな動画撮らされて本当に恥ずかしすぎる。まあいつもここをおしゃれな格好して何もみんなに見られんと過ごしてるのに、今日はこんな派手な格好してもう恥ずかしすぎて。そして愉快な家族たちと。どうしよう、好きな人とかおったら。じゃあストリートの中行ってみましょうか。知ってます？知ってます？僕知ってるわけねえやろ。やめとけ。頭おかしい、売名しにとる。売名。あいつ頭おかしい。そのまま行ってけよ、お前。じゃあお前らの付けでマック500個注文してやる。500個、ま、スマイルだけ500個。この家族どう思いますか、皆さん。オルチューバーとキリだけどっちが有名。おお、下手こかれた。うそ。可愛いからピーナッツあげよう。ありがとう。ちょっと皆さんインタビューしていいですか。この家族偽装家族なんですよ。何が偽装家族かっていうと、不倫してるんですよ、この親父は。何を思いますか。やばいよね。だから私もう離婚しようと思ってるんやね。でもね、男はね、借りをする生き物なの。借りをするんでしょ。ここまで行ったらシンクでいいんじゃない。離婚、さすがリスナーさん分かってるね。そしてこいつは性病やから。うん、性病クラミジアな。はい。やめろ。
あの爺も捨てた方がいいかもしれない。どう思う？てっきらなんで若い子の前やったら格好つけて喋るの？あの3人いいんじゃねえか。いいな、いくか。ナンパしちゃうか。やすし行こうぜ。最初はグーじゃんけんポン。あのライン交換いいですか？すいません、パンツ交換してもらっていいですか？お前ほんとやめてくれ、行き恥さらすな。やめろお前、どう見ても高校生じゃないか。お前20代に見えるんだけど、最近若い子分かんないから。5年後にしな、5年後。すまん、見ててごめんな。母、父ナンパしてた。え、マジで？誰がナンパしとったの？あの若い子たち。今も言ったら今も。やすしな、ほんとやめて、マジやめろお前。やすし、なんや、あんたまたのナンパしとった。お前、これ未成年オフパコ、お前もう捕まるぞ。いいんだよ、これは。あの、写真欲しかったから。父、もうあっち行け。そんなこと言うの？さきさん、余ったってことでもらっていい？俺こんな光らびた沈殿物でいいが。まあまあまあ、まあいいか。いきなりおっさん集団がナンパし始めたりして、この家族はやっぱり奇妙ですね。ねえ、マーニャなんでナンパされないの？こんな可愛いのに、ピーナッツ持ってるのに。ねえ、今一部始終見てどう思った？どうしたい？だからやっぱり離婚しようと思って。もう違う、これ別々の人生みたい。家夫婦のふりをするしかないよね。もうほら、だからさっき言っとったな、あの子ら。いや、もうここまで来たら一緒に住めばいいじゃないですか。諦めろっていうことね。だから金に目がくらんだ家族って思われてるんです。ああ、そういうことね。そう、もう儲かるんですよ。やっぱ世界の平和のためには、うちら3人はずっと一緒にいなくちゃいけないってことだよ。そして税金いっぱい納めとるから、市民のために頑張っとるんやつ。この家族 YouTube 白山市と石川県に貢献しとるよ。年間どれくらい払ってるの？いや、何千万じゃない。じゃあ俺らのこの気違い行動は税金になっとるんや。そうや、だから みんな世のためになっとるわけ。じゃんけんで負けたやつ、マックでスマイルを頼んでこないといけません。とりあえずじゃんけんしますか。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。やったー、はい、大丈夫や。はい、こうでしょ。イエーイ。じゃんけんぽい。あー、はい、俺ちょば行こう。スマイルってお持ち帰りできます？お持ち帰りはできます？今日何個までスマイルできます？4つスマイルいただきました。なんで土日にお前と一緒におらんのかよ。なんでお前、何これ暑いねん、こんな格好してバカじゃないの。お前俺を刺すな、汚い。大体な、お前俺の目の前の視界からあっち行け。うるもううるせえんだよお前。ああ、触るなお前。すまん、痛い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 。あっち行けよお前、汚い。ハハハハハハ、どんな浴び方したの。やばいやばい、早くお前の俺についてこい。やめた。メイド喫茶に行きます、この姿で。でもメイド喫茶ならあんま違和感ないかも。確かに、父不倫するかもしれん、もしかしたら。大丈夫だ、俺に任せて。だって可愛い子いっぱいおるよ、きっと。ミニスカ入ったメイドさん。やすし、不倫すんなよ。俺らおまも、あ、もう目つけてる、目つけてる。1人、2人、3人、あ、これ全部やったわ。嘘だろ、アホやろ、これ。マジで下半身確認。全部あ、やってるやってるやってる、確認した。やってます。お姉さん、ここどんなことする店ですか？お姉さん、後ろにいますけど。あれ、魔法かけたり。え、俺に魔法かけてくれるの？あ、かけますか。あ、かけてくれるんだって魔法。どんな魔法？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 美味しくなる。美味しくなる。美味しくなるってさ。え、じゃあこれも、これも美味しくなる。僕にもかけてください。もしかして、これがもしかしてなってことも。年いくつ？18歳。18歳。インスタやってる？インスタ、うん、インスタグラムぜひぜひ、あの、DM ください。おい、ナンパしてるぞ。18歳やったら高校生じゃないよね。あ、大学生。あ、大学生、オッケー。父、舐めます。何も OK なのかな。舐めます。手紙ですか。何も OK。 こんな可愛い子狙っちゃいけません。ます。彼氏いますよね。いません。彼氏いない、いない、いない。全世界の男性がまだチャンスがあるってことですね。いやー、ただこんなクソ自身にハマったらダメや。でもお姉さん不倫してるんですよ。違う違う、じゃあ見ました。え、名前なんて言うんだ。名前ないんですよ。ナナシ、ヤスシ、名前つけてあげなよ。ピルコやな。お前が言うたら卑猥のワードにしか聞こえに言うてな。なんでピルコ可愛いやん。今日私街の中歩いた時、なんか何人なんかしとった。しかも若い子にばっかり。1、2、3、4、5、5人、5人か。30分ね、街歩いた時5人にナンパしとってんよ。お前クソやな。でも私が悪いんじゃって、この人が悪いと思いませんか。こいつもクソやけど、お前もクソや。ジョッキーと不倫しとった。そうやな、お前もクソみたいな女やねんか、このババア。あー、来た来た来た。卑猥な入れ物。マッサージって試合当たらないんですけど、肩凝るんだけど。ちなみに変なとこマッサージしてくれって言わない。ここまで私おる前でマッサージしてって何や、それ。じゃあ股間じゃないよ。私のミルクチュチュチュ。あー、かわちぃ。かわいい。私のミルクチュチュチュやって頭に来た。どうしたん？どうした？私負けんよ、若い子には。私のミルクチュッチュッチュッ。あれだよ。なんかかすいてる、かすいてる。リータ君ってね、勝手に金沢盛り上げましてやって。おい、お前なんで俺とキャラかぶってるんや。お前早く死ね。え、オムライスなんて僕頼んでないですけど。北側かと思って。
焦った。だからまあお前俺とキャラ被ってるんだ。お前早くあっち行って死ね。ジュースそのままでも美味しいんですけど、もっと美味しくなるおまじめかけたいと思います。はい、私がせーのって言ったら美味しくなーれってハート作ってもらって、左からもえもえキュン。せーの、美味しくなーれもえもえキュン。お前の口に入れてください。あ、口に。うん。あ、何しろがあんだ。もう大体な、俺の作った魔法の方が美味しくなるわ。美味しくなれ、美味しくなれ。ピュッピュッ。美味しくなったやつ食べてみましょう。やば。うん。いかくさ。気持ち悪いな、お前。早く死ね。美味しくなれ、美味しくなれ。萌え萌えってボン。もう明日から会社来んな。俺はもう無限に不倫する。萌え萌え。じゃあピリコちゃんバイバイ。バイバイ。ここ何ですか？熟女クラブ。熟女クラブ。サキさんが夜働いてたところ。バイトしてたところ。バイトしとった。何言うんですかそれ。え、あんたそんな働いとった。だってヤスシ全部お金取られてすっからかんなったし。あ、パチンコに使いすぎて。そうや、だからリョータ前を大学行かせんなと思ってここで夜バイトしとったやん。昼は荒木商事、夜は熟女クラブ。こういう生活2年間続いとった。母、そんなことしてたのあんまり汚らしくてちょっと母に近づきたくない。ちーちー、キャバクラも汚くないよ。父、母が熟女キャバクラでバイトしてたんだって最低だよね。知らなかったな、それは。でもね、ナンバーワン。それは知らなかった。え、熟女ナンバーワン。もう一回働いてくるわ。ヤスシと別れたらまた一人で、女一人で頑張ってかんなわけや。ヤスシみたいな男よりもっといい男、五六人相手したわ。当時熟女だけど、今もうババアだからダメだもん。こんなところ熟女ってババアのこと。ここお母さんが働いていた熟女キャバクラでございます。今ババアだからもうダメ、もうババア。はい、ということでメール喫茶から出ました。今から子供たちに夢を与えてきまする。私たちみたいな家族が子供たちに夢を与えられるわけないやろ。当たり前だよ。大丈夫マスル、この人気キャラクターの格好をしていれば子供たちがいっぱい集まってきまする。いい、もういい、お前ら全員死ね。え、何が何が。子供にな夢を与えれるわけがない。お前ら死ね。ダメもん、やってみないとわからないじゃないですか。さあ、このチンパさんそこについてこい。なんでその歩き方してるんですか。これは俺の歩き方だ。だからおかしいですよ、あなた。りょう、お前もついてこい。あなた社会人としてそんな態度でやっていけるんですか。どうしたんですか。うわ、助けてくれ。うわ、助けてくれ。ね、どうしたのこの人。朝倉さん、行くよ。助けてくれ。早く行くよ。あなた何歳ですか。47歳。この家族、亡くなりますように。何言ってんだよお前ら。なんかだ、もう大嫌いや、俺もう帰るわ。朝倉さん、明日はリンボーダンスの大会なんですよね。リンボー大会だったら練習しなくちゃ。もういけるのか。ういた、優勝だ。明日は優勝だ。よくこんな人社員に雇いますね。もう明日から来なくていいからな、社長。うきゃということで、個人について俺はこれから優勝も勝利もらう。マニアだけじゃ足りないっていうの。もう一人のこと仲良くなれる気がしないよ。い、父と母独り占めしたいもん嫌だ。そんなの個人につきましてます。どんないい子がいるかな、すっごい楽しみです。なんか元気そうな可愛い男の子と女の子が5人も揃ってますわよ。かわいい。ほんとだ、かわいいな。マニアより可愛いんじゃないですか。マニアより可愛いの。マニアが出てるわ。出てますよ。マニアです。これと売り二つねんぞ、この男が。一緒に暮らそうではないか。自己ケースや。どの子がいいですかね。お父さんと一緒に暮らしたくないのか。どの子がいいですかね。皆さんこんにちは、マーニャです。先ほうじゃです。プレゼントする。うん、部分ないな、いっぱい入ってるから。はい、ありがとう。じゃあみんなのお父さんとお母さんがこんな格好しとったらみんなどう思う。恥ずかしい。なんで。そうだよね、私たちね、今ね金沢の街の中これで歩いてきたんですよ。一日スパイファミリー生活をしてるの。恥ずかしい。じゃあみんなで一番変な人指さそうか。せーの、はい、はい、父罰ゲーム。ガチャ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 、みんなガチャガチャガチャ。ここ、ここ知ってる。一番苦手なとこ、首。あほらね、もうこれ偽造カツもあかんわ。だから白黒はっきりつきたぜよ。はい、私のお父さんとお母さんは20代の時にスキー場で出会いました。じゃあみんなのお父さんとお母さんはどこで出会ったかな。知らない。普通って結婚したらみんな愛し合うものなんだけどね。そうだよね。うん、知ってる。お父さんとお母さんラブラブ。みんな喧嘩たまりする。だけどね、私とねヤスシはね10年ぐらいしてから心が離れてったのよ。マーニャの父は他に好きな人ができたみたいなの。それってダメなことだよね。うん、離婚になる。よくお分かりで。マーニャの父は本当にダメなことをしました。それでもね5年前の話なんだよ。5年前とか。マーニャ
終わった話で、ここ4年くらいはもうママ一途愛してます。違うよ、キャバクラ行ったんだよ。キャバクラも行ったし、パチンコもしたし、うん、そう言った、うん、本当に家庭を顧みず、子育てもしず、自分のことしか考えてなかったんだよ。で、そんなお父さんとお母さんの姿を見ていて、マーニャはすごく心が落ち込みました。なんかもう別れようとしてるんだよね。でもみんな、なんでこの家がさ、まだ家族みんな一緒にいるかわかる？仲が悪いのに。 YouTube ができたからなんです。今 YouTube があるから、この家は家族はみんな一緒にいるんです。そうです。仕事一緒にしとるから、なかなか別れられないんです。そう、この家族の恥をネット上にさらすことによってお金がもらえるんだ。子はかすがいっていう言葉知っとる？夫婦の間に子供がいると仲悪くても、まあ別れられんかったり、まあ仲良くおらんなんなって頑張るんやけど、うちの場合は子はかすがいじゃなくて YouTube はかすがい。みんなわからないよね、この言葉。でもみんなのお家は大丈夫、うちだけだから。みんなのお家はお父さんとお母さんずっと仲良しかもしれないし、まあその気持ちが離れても、こんな異常な家族にはならないから大丈夫。すくすく大きく育って幸せな家庭を持つんだよ。わかったかな？こんな父みたいな、母みたいな感じになったらダメだよ、うん、ダメだよ、大人になったら。でも世の中におるかもしれないよ。どんな人がいるかもしれない、こんな人またおるかもしれない。そうやね、いっぱいおるよ。シャンは俺は YouTube 好きでやってるんだけど、この家族みんなお金のためにやってるんだ。 YouTube 大っ嫌い。もう今すぐにでもやめたいらしいけど。みんなは将来何になりたい？ YouTuber になりたい人。え、なりたい？ YouTuber になりたいの？え、どんなことしたいの YouTuber って？うん、ドッキリとかなんか。おドッキリ？でもね、それもね、うちは全部やらせなんだ。だってあの雪山のやつもドッキリしとったよ。え、雪山？あれはね、ごめんね、やらせなんだ。雪山のやつで男の子パンツ一丁で。あ、それ俺だね。中途半端な一芸をしてるでしょ。その一芸で僕たちは日銭を稼いでるんだ。子供の夢を壊さないます。僕たちはね、こうやって偽装家族を演じてる。まあスパイファミリーと一緒、スパイファミリーもミッションのためにロイド・フォージャーがさ演じてるわけでしょ、家族を。俺らはその現代バージョン。日本のロイド・フォージャーもなんでスパイやってるかっていうと、お金のためにやってるの。お金のために家族を作って、あえて孤児院でアーニャを引き取ってやってるわけで、僕たちもそれと一緒のことやってるんだ。だけどあっちはだん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 愛が生まれてきてるから。でも僕たちは憎しみと血と涙しか生まれてないから、一番ダメな例なんだよ。そうだよ。みんなはそんな家族になっちゃいけないからね。分かった、覚えておくんだよ。幸せな家庭を築くこと、これ約束して。はい、みんな約束だよ。みんな柴田って知ってる？分かる。分かるわけ。ぜひ見た方がいいよ。せーの、指切りゲーマー、嘘ついたらハリセンボのマス。みんなコムドットヤマト君みたいな生き方しなさい。もし YouTube になりたいんだったら、コムドットヤマト君と柴田を見ときなさい。好きな YouTuber 誰？ヒカキンさんは神様だから。この間ゲームで炎上したね。嘘、やめろ言うな。ちなみにこのフランクフルトおじさんも YouTuber。 フランクフルトマンだ。コンポス朝倉みたいに YouTuber になりなさい。みんなお金のためにやってるんだ。恥ずかしい格好したくないよね、お金のためにね。やだ。どっちがいいこれね。うちのお前早くあっち行け。おい、こんな恥ずかしい格好したくないよな、みんなね。うん、どっちもやだ。今からね、私たちね、この格好でバット駅に行かなくちゃいけないんだ。それじゃあ行きましょうか。バイバイみんな。じゃあな。みんな安い方じゃん、ついてくる人。はい。みんな逃げてった。あ、はい、ということで歩いてたら駅に着きました。今一番時間帯的に人多いよ。私たちをどうしてこんなに恥ずかしい目に遭わせるのですか。公共の場所でこの格好で歩くという恥さらしをこの生活で溶け込ませます。私、知り合いに会ったらどうすればいいですか、こんな格好で。最悪でいいけど。でも逆に誰かわからんかもしれない、喋らんときは。やすし、昔の彼女だったらどうする？よっていう。さあ、今日一日生活してみてどうでした？恥をさらしました。でも違う、最初めっちゃ恥ずかしかったけど、だんだんもう平気になってきた。慣れって怖いね。母すごいこんな格好しとって、なんか自分で自分の姿見えんからね。これ多分見えろって恥ずかしい、うん、すっごい恥ずかしいと思う。前なんてもっとやばいけどね、この髪の毛。俺もっとこうやってみんなで恥かくことによって、みんな仲良くなれる一体感やろ。なれません。もうなんか疲れてしまった今日一日。マジ疲れた。てか最初アーニャになれたって乗り気やったけど、なんかいろんな人に痛い目線で見られて、前もう恥ずかしすぎて死にたい。じゃあ今から電車で家に帰ります。恥ずかしいし、なんで乗客の人いっぱい乗ったのよこの時間って。ねえ、嫌な意見。無理だよ。てか今改札からめっちゃ人降りてきちゃうから。撮影禁止なんでここは撮れませんけど、帰ってもらいます。お前人いっぱい来たやん。お前らみんな汗びっしょりやな。いや、汗かきました。クン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 、酸っぱいファミリー。恥ずかしい。無理無理。じゃあ電車乗ってください皆さん。ということで家に着きました。日が長いので明るいですが、もう夜の7時半です。マニア疲れた。母の横で寝まする。あ、誰も個人から誰も引き取れなかった。父も来る。はい、ということで一日お疲れ様でした。もう無理。エレガント、お前らにはゴッスルあげちゃう。
ということで偽装家族の一日終了でございます。これからも偽装家族を続けてくださいね。頑張って YouTube で金稼ぐために。お金のためです。終わりのピーナッツ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光、満ち溢れてるはず。ハクション。